昔はお金のためなら人殺しが何でもやったと。とにかく金に関することは本当に貪欲にやってた時代やったかな。だから今は全くそれとは無縁な世界。誰かの死ねるんやったら俺の人生も捨てたもんじゃないな思って、たった一人を救う活動を猛烈に今は始まり。夢を食べるのが幕の最大のごちそうならば、俺はそういう人の不幸や苦しみや悲しみを食べるのが生きがいやし、早くそれを吸い取ったろうと、そしたらその人が楽になるやろうし、ごちそうです。きっかけはね、2000年あの血液検査した時に HTLV-1 いうウイルスがあると。結構早がてしたから HIV と勘違いしたわけ。 HIV イコール死を意識するような、一瞬死を感じた時に何にもそれは意味なかったわけ。ほんだらもうお金儲けが虚しくなるし、自分の中であの目的がなくなったわけや。その時に歌舞伎町いうとこでやっぱ女子供がまあ泣いてると、誰かの死ねるんやったら俺の人生も捨てたもんじゃないな思って、最初それやって猛烈にのは始まり。やっぱり心の悩みは多いですからね、皆さん町とか大都会とかみんな共通すると思いますので、それを出せる、心の思いを出せる場所っていうのはやっぱり全国に必要だと思いますし、これはいわゆるそのセーフティーネット、日本にはいろんな社会の仕組みで弱者でも支えられる仕組みがあるんですけども、源さんがやってる仕事は法律でも解決しない、警察でも解決できない、弁護士さんでも解決できない、そういうそれ以前に困っている人たちがたくさんいるんです。半年に1回ぐらい一緒に食事をして、で、まあ、意見交換をしていることがありますし、よく酸いも甘いもという言い方をしますけども、昔は相当な悪で、あるいはさまざまな人間の悪行というものも見ておられる、自分もそういう視点でものを見ていた。源さんはそういった面ではオールマイティに相談に乗れる人ではないかという気がしますね。これは意識してね、変わっていかなくてはいけないことなので、そこが私たちがサポートしている最大の理由です。で、なぜボランティアをみんなするかっていうのは、電話一本受けるでも何かするだけでも目覚める、世の中にはこんなことが起こってるいう無関心じゃいられない自分にもなるような、これがベストやろ。いつまでも被害者じゃ困る、逆に加害者も困る、だから被害者でも加害者でもないことを作る。誰かのために死、もっと言えば死ねたらええなっていう、すっごい短絡的なことを考えて、そこから始まって何が残ったかって言ったら、本当にこの愛っていうのが少しずつ分かってくるっていう、憎しみが全部消えた、敵もなくなった、目覚めた時から少しずつこのぬくもりっていうの、体温が分かってたよな、こんなのええもんなんやなっていうのが分かってくるから、もっともっと俺みたいなやつがいろんなのがおるから教えたよな。いろんな意味で今すごく悪い人たちもいるんだけど、その悪い人たちもそういうふうに源さんみたいに変わってってくれればいいなっていう思いの方がすごい強いんですね。源さんの場合は食材として生きているじゃないでしょうか。罪にはそれは重い軽いのはあるのかもしれませんけどね、でもそれは過去のことですからね、これから自分はどう生きていくかによって違うと思いますね。源さんが頑張ってる間、自分たちがもっともっと頑張んなきゃいけないし、で、源さんがやっぱり疲れてね、ダメにならないように周りでフォローしていかなければいけないって思いのが強いので、もう絶対これはなくしちゃいけない。罪を犯した人間ほどそこに俺目覚めると思う。善悪が分かる。
るし、何のために生きてるかも分かるし、人の一生ってそういうもんじゃないやろ。何もしない人間は平和ボケするかもしれないけど、そういうとこをさまよった人間ほど光がよく見える。俺はそう思う。本日またよろず相談室が始まります、はいはい、よろしくお願いいたします。お手柔らかに。こちらこそ。源さん、今日はですね、はい、前回源、さんの活動を一部ご紹介して、はい、さらに今日はこの前に、ドキュメンタリー映画を源、はい、さん今撮られてる。そう、ほぼ完成で今編集して、はい、英語字幕入れたりをしてます、うんうんうん、はい、その一部を皆さんに今見ていただいたところ、見ていただいたところです、はい、それで、まあ、今日はですね、源さんの活動の中で、どんな相談があるんだろうかっていう、実は前回、1週間くらい前でしょうか、まあ、よろず相談室が、まあ、開設されますというご案内をして、はいはい、その後視聴者の皆様からどんな相談をしていいんだろうかというような、うん、メールをいただいたようなんですね。ですから、もう少し具体的に源、さんに寄せられているこれまでの、うん、事例のようなことを中心に伺っていきたいなと思ってます、はい、よろしくお願いします、はいはいはい、今頭の中で考えてね、うん、ずっといや本当にそうやね、みんなどういう相談したらいいんやろって言いながら、うんうん、悩み不安愚痴も最近よく聞くけども、うんうん、駆け込み寺いう本質で言ったら、例えば世間で言う DV ストーカー、うん、家で自殺、多重債務で出所者支援、うんうん、もうもろもろですよね、うん、よろずって言うけど、うん、それ最近そのよろずの意味がえってよろずって何ですかって言われて伝わらない、伝わってない、若い子にいやよろず相談、うん、よろずって何ですかって言って、うんうん、だからどんな相談ですかって言うたら駆け込み寺なんとなく分かる、よろずちょっとまた分かりにくい、うん、だから救うっていうことやねと、うん、救うっていうイメージ分かるって言うたら、うん、ああ分かりますって、うん、だそれが例えば DV でした、うん、ストーカーでした、うん、でまあまあ借金問われてとか、うん、まあ歌舞伎町ならではやったらホストにはまってとか、はいはい、まあね、でそういうふうにぼったくりに頭で来ます、うんうん、要するにどこにも相談できない、もっと言えば、まあまあ、法律、うん、行政、うん、警察、要するに縦割りな部分を、うん、例えば DV で来ました、うん、だから DV で相談来たらその背景は、うん、っていうのは、うん、まあ、ご主人の失業もあれば、例えばシングルマザーもあれば、うん、でそこから発生して、まあ、DV で来てるけど、うん、虐待してしまうとか、うん、複合的な部分があるな、うん、はいはい、だうちの場合は来た時はたまたま入り口が DV で入ってきたけども、うんうんうん、考えてみらば見たらなかなか貧困言ったらあれですけど、うん、なかなか低収入で、うん、うまいこといか思わずそういうとこ行くと、うん、だご主人は、失職した派遣切りじゃないけど、これ複合的なんですよね、うん、だから今その視聴者の方からどんな相談をしていいんだろうかっていうね、うん、メールをいただいたっていうことを、うん、担当者の方から聞いたんですけども、うん、そっか、なんか多分多くの方ってこんな相談しちゃいけないんじゃないかとかね、していいんだろうか、うん、まずそこで悩むんでしょうね。自分が困った問題があれば、うん、それを誰かと相談してっていうのがあまり習慣化していない、なんかこう抱え込んで自分たちで解決しなくちゃいけないんだって多分多くの方が思い込んでいる節があって、うん、それはひょっとしたら日本社会の一つの特徴長とも言えるんじゃないかなっていう、特に近年の言っていいのか悪いのか、うん、逆にうちは、うん、都会部よりも地方からの相談がある、ね、あ、なぜかと逆に地方を言うたら、はいはい、逆に、まあまあ、村社会とは言わんけども、はいはい、地域社会から相談ができないと、はい、ね、だから関係ない歌舞伎町で電話で、うん、メールで、うん、どないかしたら新幹線乗って来ますよ、うん、地元では喋れない、うん、でも実は DV なんです、うん、ストーカーなんです、うん、息子娘の問題、家庭内の暴力最近よく来るし、うん、80、50問題、ね、うん、の問題も地元では言えない、うん、
要するにたらい回しされるからで、で調べてうちに来たら、全てうちで、まあ、ワンセットって言ったら失礼な言い方やけど、そこでみんな乗ると、で対家族、対息子とかいう部分ね、でその後また警察、司法、ところ振り分け、だから意外と都会っていうのは逆に相談しやすいけども、逆にありふれてもうネットでみんなぐるぐる回ってる、まあ、不安悩み口のまんまで終わって、でも意外と地方の方が本当はインターネットが流行ってるいう、まあ、ネットの社会やけども地方じゃ言えない、まあ、イメージとしては地方のコミュニティの方が都会よりも人の関係がもっと密接で、そうそうそう、相談しやすいと思うのは誤解であって、むしろ相談しにくいっていう、しにくいのと事例がない、あ、そっか、事例がない、これは法律ですか、はいはい、行政ですか、はいはい、民政ですか、ね、いやいや違って、実はこういう、まあ、弁護士、その弁護士の数も圧倒的に少ないから、でほんま新幹線乗って打ち来ますよね。あとこれは前にやはり伺ったことがあるんですけども、源さんのところのスタッフの方から、はい、いろんな問題の中にかなりそのまあ生活に困ってるっていうね、その貧困の部分がかなりあるんだけれども、相談者自身がそれに気づいていない、そういうこともあるんですっていうふうに伺って、あります、はっきり言って15万とか20万という壁が乗り越えられへんのと、貯蓄ができないと、その日暮らし言うたら、その月暮らし、で何か例えばある人は一生懸命やって、ほんまその月暮らしなんですよね、でなんとか借金も終えて頑張った矢先にちょっと怪我して2ヶ月休んだと、でそれはもう保証も何もないところで、でも2ヶ月で全てが来る、家賃まで滞納になったと、失礼な言い方だけど、この2ヶ月で全部来るって、でまたうちが来て、現在実はと、せっかく会社でも信用を得て5年ですよ、5年頑張ったけど、この2ヶ月で全部終わったと、終わったりじゃないけど、ほら追い立てを食らったと、で相談来ますよね、そんなに脆いのって、でだからそういう人らっていくら頑張ってもそれ以上なんか稼げない、稼げないというか、単純労働っていうか軽作業っていうか、だからダブルワークしますよね、でやっぱりそういうのは状態が続いたりすると、やっぱり本来ならば解決能力があるのに、もう日々のことに追われてしまって、そこのそこに乗っかってるいろんな問題っていうのが、どん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 悪い方のスパイラルに入っていくっていうね、話を伺って、ああそうだなと思ったんですけれども、だから、今源さんがふと思い出す、こう、あ、こういう事例があったなっていうのはどうですか、その、こんがらかったところの、このよろずでも書いたことあるんやけども、よろずこれですね、はい、また後からちょっとご紹介させていただきますけれども、いわゆる相談っていうのは10分で終わる相談もあれば、自分12年かかって今も、ずっと継続している相談もあります、だから12年間じゃあ毎日かじゃないね、月1回ぐらいなんですよ、連絡があって、それも双方から、これはね、そもそもが家庭内暴力から発生してて、もっと言えば引きこもりですよね、今から13年前に、引きこもりを、息子がしてて、それで引きこもってて親の、財産やったら失礼ですけど財産みんな食いつぶしたと、でとうとう親の年金まで、入りかけた年金まで手をつけ出したいうとこで、年金じゃない預金までつけ出したいうとこで後ろ来たと、もうこれ以上耐えれないって、で当時でしたからそんなにどういうの相談あちこち行ったところで、警察行っても家族内の話だと、で親類を抜いてもそれはあなたたち息子でこういう話が、今ね、例えばその警察に行きますよね、そう警察につまり家庭内暴力で行くと警察はどういう対応してくれるんでしょう。まず逃げなさい、でまず、玄関の中は入られへんから、だから具体的に、じゃあ被害届出しますか、で息子に脅かされたって言っても、じゃあ子供を、じゃあ被害届け出して告訴しますかとか、それは家族内ではできへん。ああ、なるほどね。実際あった今、うちが進行中のは現実暴力振るって、息子さんも収監中やけども、
それでも出てくるん違うかいうことで前後作メール人もおるし、うん、だ結局その週刊中ってのはその方のそのご家族の場合には息子が暴力を振るって、うん、歴然と傷害として傷害現行犯みたいな形ですか、110番で現行犯で、あで、あの診断書を出して、だから留め置きやからまだいいけども留置で、はいはい、あの最近とても痛ましい事件がありましたよね、あの事務次官まで勤めた方の、うん、であの方もものすごい恐怖を持って、息子に殺されると思ったっていうふうに、うんうん、あの本当にそういう間違いない直近の話が、うんうん、まあまあいっぱいいろんな部分で自分の場合は現在進行形なんですけども、はいはい、確かに警察行政、うん、まあいくら皆さん頑張ってけど、うん、それ事例もなければ、うん、法律的にここまでってそりゃそうですよと、うん、で親子間で訴えるでも例えば、うん、お金を取ったからじゃあ息子を窃盗で訴えますかじゃないでしょ、うん、訴えられないから、うん、だからこういうとこの中で一歩たまたま今回は傷害で、はい、息子にまあ、ボコられたと、はいはい、でそこで110番で近所に来たから、はい、たまたまよかったけども それまで長年ずっとあったんです、うん、それがやっと表面化したと、うん、それは近所の人によって助けられたんやけども、うんうん、これがなかったらもうお父さんお母さんが電話したんじゃなくてご近所の方が電話したんで、そうです、あ、そうか、そうです、やっぱりなかなかあのああいうちょっと想像してみると、うんうんうん、確かになかなか電話できないだろうっていうね、でね機密性が今しっかり維持してるから、そうそうと外に聞こえない、ところがその時はもう発狂して何か物が飛んだんですよ、ギャー言って近所の人が何か散歩してる人がおって、まあ、110番通報ですよ、なんかそこで怒ってるっていうのが早朝で、そしたらもう一気にそこはもう住宅地資料だろうね、それ当然ですから、はいはい、一気に事件化したら本当に、その時は当然、両親とも訴えざるを得ないか、うん、ほら、血も出てるし、はいはい、怪我してるからね、だからもう警察が現人やから、そのまま逮捕して従事すると、うんうん、それどのくらいの年齢の、ね、もう50前です、やっぱり息子さんですか、息子です、息子です、もう30年、いや正確で20年引っこもった状態で、じゃあそれまではそのいわゆる表沙汰、警察沙汰になるまではずっと見事です、一切出ないし、息子さんおったんですかっていうやつで、あいつ帰られたんですかっていう、近所の人に聞いても全くわからない、なんか2階には電気ついてるのわかるけど、親子3人ですから、だからそういう状況がたまたまですけども、ほんで表に出たから、そうです、でそれはその後源さんのところにそのご両親が来たってこと、出ないと、ほら普通留置で22日やから、はいはい、もう22日間なんですか、そうそう、まず2日交流があって、はい、で20日間交流で、はい、ですみません、ちょっとその辺障害についてわからないんですけども、両親とったらどうしますかって言ったら、はい、まあまあ、怖いから出しますよね、はい、だからもう年明け早々出てくると、うんうん、要するに警察署の中の重置ですから、うんうんうん、でそれの相談ですよね、うん、そういうのっていうのはまあ刑事事件になってるわけですよね、刑事事件やけども親としてはどうするかやけども、あそれ聞かれるんですか、あの警察の方が、そうそうそう、要するに身元引き受けますかとか具体的な話、はいはい、だからまあ今回発覚したから、まあこれで懲りたから息子は大丈夫やろうと、うん、ところがいやいやそういうわけにいけんと親戚から言わしたら、これこそ大事やでって逆に証言するから、まあ年明けでこの12月なんやけどね、約12月起こった問題やから、このもう年末には出てくるん違うかって言って、そんな事前の相談があったんですよね、だからまあこれで変わったやろうと、本人は懲りただろうと周りは思うわけですよね、でも逆に周りの人は違うんで、ここからスタートやっていうとこで相談行きますよね、その両親が、だから行ったら、まあ、当然警察行ったら、今度来たら逃げなさい、ね、何もかも置いてて、でも追いかけてはどうするんですかって言ったら、漫画みたいな話だけど、また逃げなさい、対抗できへんから、警察ってやっぱそういう、まあ、指導というかアドバイスしか限界なんですよね、あの1111でそれパトロール強化しますというのも事実ですし、してますよ、でも24時間じゃないし、で今度50前の人はもう学習してるから今度は暴力振るわない、今までその例いっぱい見てきたけど、はい、ほら調理している間に頭にマヨネーズぶっかけたり、後ろからね、そういうこともあるんですか、あります、後ろがマヨネーズチューってやるほど不気味さが出てきますよね、だから親はふっとこうするけど別にマヨネーズを頭にかけただけ、怖いですね、これリアルなんですよね、でそういうふうにまた
相談来た時に、あの時にって言うけど、いやいやまだ遅くないって俺言います。まだ足腰立つうちやったら、いかにでも対応できるよって極論で言ったら、被害者も加害者も作らないように家庭内でしっかりとそこを、あの経過を立てて決めましょうって、で出たらどうすんのって当然追いかけてくるよね、駆け込み寺というチラシを置いていって、源さんのとこですよと、それも何百年預かってるから、自分の場合はだからその時にその息子ないし娘さんと話しますよね。それは源さんの場合にはもう源さんが、その両親と、あの子供の間に入る、ということですね。入るようにしてもらわないと、自分ら法律上も何にしろ入りようがない、他人ですから、ただそこうちをジャンプして逃げたら、置き手紙で逃げるんじゃないけど、何かあればここを経由でって言ってるから、だからうちを必ず来ます。ほぼ 100% 来てます。要するに探しに、その子供がね。そうです、その時から話が始まるんです。まあまあだって普通強行的に関係もなく言いますけどね、だって親どこ行ったいう感じで。源さんの場合にはいつも話伺って思うのは、被害者加害者っていうのはあんまりこう分けないないです、ですね、そこは多分すごく他の、ところとは特徴的だなっていうふうに思うんですよね。他の、いろんな相談のところと比べて、やはりこれ私もそのいわゆる相談いろんなところに、DV センターとかね、あって、そういう方たちの相談を務めている方たちと伺って、源さんと一緒に伺ったこともありましたよね。やっぱりそこではやっぱり被害者は被害者なんだ、加害者は加害者なんだっていうのはかなり、きっちり暴力はいけない、もちろん暴力いけないんですけれども、こう線引きをねしっかりするっていうのが、基本のようなんですが、源さんの場合には、それはちょっと危ういところもね、つまり、加害じゃないんですかっていうね、いやそれ加害は加害だけども、源さんの場合はなるべくその加害者にも寄り添おうとするところが、私なんか見てても、いいとか悪いの話じゃないんですけどもね、とても心強いなと思う。いや自分の中では、被害者もある意味加害者、加害者も被害者なりうる、どちらにも表裏一体ですと、表裏一体やねんと、それを色分けするから敵対行動で憎しみ合って罵り合うと、必ず追いかけまくるから、第三者はその時しか救わない、でも救わないけど根本的なことはしてないわけや、いつまでも逃がす、だから法律でくくる、なんとかって言うけど、でも遺恨を残ったまんまの人は必ず来ます、それか周りに行きます、そんなのこの17年間嫌いほど見てきた時に、何が解決や思ったら、被害者も加害者も遺恨残さずに定着さすと、そのためにはこううちの場合やったらこう入るようにするためにうちに持ってきて、入ることによって被害者も加害者も作らないということは、加害者が加害者にならない、被害者もそうなる、でないと必ずねどっかでバタッと会います。その時に憎しみ罵り遺恨残ります。でも必ず同じテーブルに着いた時は日は日で分かる、これが救いの方法で言ったら悪いけど、だから家族内の問題ってやっぱり本当に根が深いというか、ある意味ではこうすっきり解決することってはないんでしょうね。前回もお話伺いましたけれども、源さんがご両親をずっと、逃して、そしてもう息子とは一切連絡取れないで、源さんを通じて、連絡を取り合うというか、お互いに安否確認だけはしているような、でそれでもやはりその時もなんかその息子さんも50過ぎていらっしゃるけど、やっぱり源さんには自分の18の時に親に対するこうだった、当たったという恨みつらみまだ出てくるっていう、言いますし、本当に、ほら年末になったら来ますよ、電話かけてきたり、やっぱり暴挙の年もあるけども、だから自分らからしたら、手ぶらで来るのかと、した方とされた方は違うでって、手ぶらじゃなく何か会社に行くと思って、例えば母に会いたいっていうやったらいいけども、どこねっていう感じで、いまだに12、3年経っても変わらん姿勢、じゃあなんでそこでじゃあ歯止めかかってんの言ったら、じゃあ俺が保証緊急連絡先とかその部屋借りるとか、仕事の姿俺全部この十何年間やってるから、その間何回も転職もしてるけども、要するに人間的なもう粘着ネットワークができてるから、だから俺は飛び越えたらいけへんわけよ。やっぱこういう人間がしっかり分かってんねん、で俺もほったらかしやけども、半年に一遍とか、ほらこの間も年末に来ましたよ、ほらこの2ヶ月そのこの間お話いただくださった方ですか、怪我した人やけどね、
で俺は何とかしろしか言いようがないやんか、うん、でやっぱりご両親もどうですって、うん、やっぱりお互いどっかでこのどこで分かるのか知らんけど、うん、むしろね、うん、あれが分かるのか知らんけどお互い察知してくるから、いや大丈夫です、うん、あほんまリアルで、うん、あかかってきたけど大丈夫ですよ、うん、言うたら向こうも安堵すると、それは あのお母様の方、お母様の方です、うん、お父さんもやれやれと、うん、やっぱり安否確認はお互いにしたいんでしょうね、どっかでね。それとね、うん、あの戸籍謄本住民票やったらやっぱり見つかってんね。ああそっか、逃げおうせへんって、はいはいはい、で自分がくさびを打ってるから、うん、失礼な言い方やけど、うんうん、いつも俺に相談来て、うんうん、あの自立を促しながら、うんうん、仕事を世話しながら、うんうん、ね、たまにどうしてもって、まあ、あんまり裏テクニックでやらしいんやけど、うん、お金の相談も来ます、うんうん、その時はご両親にこう言って、うんうん、せめて、今携帯で3,000円ぐらいはって言って、うんうん、バックしてもらって、まあ、自分が代理で渡す、ね、うんうん、この1000円単位をね、うんうん、このここまでです、うんうん、そしたら最後は来ます、うんうん、例えば病院に入院したらどうしようもないというとかね、うんうん、まあ、意外とそういうことが分かってないし、まあ、そういう息子に限って友人知人が圧倒的に少ない、うん、そうでしょうね、まあ、だから源さんは関係を立たせるんではなくて、うんうんうん、お互いに安否確認できるぐらいの関係はやっぱり常に源さんがそこに間に入って、うん、取らせたっていうのかな、たまたまやけど、うん、じゃあいつまでやん、周りにいつも言えないけど、うん、いつまでやんねとか、うん、源さんのやり方のは一瞬やろって、うん、でも12年もなとか、うん、世間は言います、いろんな知り合いは、うん、でも俺は一日一日がそう思ってるから、うん、それは12年間その人の人生かもしれんけど、うんうん、でもまだ延長線上で続いてるだけやから、はい、自分だったら別に取るに足らん話やから、うん、そう思ったら10分でピシャッと終わるのもあるしね、うん、これだけは何とも言えんわね、うん、だから今あのどういう質問あの相談をしていいんだろうかっていうことに戻ると、はい、もし今あのこう見てる方あるいはあの中でやっぱりあのすごく気になってこの問題をどうしたらいいんだろうかって、まあ、朝昼考えてること、うん、あるいは生活しててとっても苦しい、うん、こうどうにかならないだろうかっていう、どうにかしたいですよね、うん、どうにかしたいって思いがあれば、うん、まずそれを連絡してみてください、うん、ということですよね。そうです、うん、あのそれとね、うん、あの自分声を聞かないとわからない、うんうん、それと向こうが質問するように、うん、自分も質問したいね、はいはい、でないと相関図が描けるからその人の立ち位置が分かります、うんね、でないと一方的にメールとか字面が来たら読めない、うんうん、やっぱ声を聞き、はい、まあ、たまたまで面談できればいいけども、はい、それと電話で聞いてる話してても、はい、で俺は問いかけがあるから、うんうん、今どこで喋ってんのから始まって、うん、仕事はとかね、うんうん、そのキーワードを 3,4 聞けば、うん、この人がはっきり言いますか、うんうん、どの辺の立ち位置で何に迷っているか苦しんでいるか、うんうんうん、何をもって不安や恐怖や、うんうん、ね、うん、あるかが、まあ、100% だったら失礼な言い方で、うん、だいたい分かるからそこに合わせて、うん、だからマンツーマンの話ですよね、うんうんうん、はい、だから、まあ、とりあえずここに、ね、あのメールをいただいて、うん、そして担当者の方と、まあ、あのどういうことでっていう一応やり取りをしていただいて、うん、そして直接源さんとここで、うん、電話を通じてお話していただくということですよね。そうです、また前もって言うて分かってたらね、うん、またそんな話できるからね、やっぱりあのプライバシーは尊重しますから、うん、そこのとこはぼかして、うん、でも肝心なことを聞かないと、うん、ほら声って命そのものやから、うん、そこの聞きたいこともあるし、はい、当然向こうも、うん、例えば生きるって何ですかって言うても100人問えるですよ、うん、でもこの人の生きるはここやと、うん、例えば10代20代30代40代50代60代70代まで言い出したけんなんや、うん、それでもまだ生きるっていうことにこだわる人もおるし、うん、だからそれと同じなんです、うん、だから100人100職、うん、1000人1000職と同じやから、うん、だから俺は感じたことをそこを言って、うん、もっとリアルに具体的に言います、うん、それも第一歩だけ、うん、全ては結末知りたいんやろうけど、うん、まず1始まらないと10はならない、うん、まず0から1なんです、うんうん、そしたら自動的に歩きますよ、うん、ご自分で歩けるようになるってことですか？なりますなりますなります、うん、また3でつまずいたとしても、うん、1に歩いたから3でまたもの言えるよね、うん、人ってそういうもんやね、1回で分かる人10回で分かる人あるように、うん、俺はそういうどういうかな歩行速度というか、うん、タイミングというか、うん、歩き方やから、う
うん、俺そこで寄り添うしたら、うん、その中には老若男女全くないよね、うんうん、あの外国籍もそう印象的な、うん、前以前喋ったかな、うん、外国籍の人が来て、はい、それも多分アフリカやろうもんね、はい、ね、2人来たわけ、あの歌舞伎町の相談、そう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 、で片や1人は日本来て3年、はい、片や来てまだ三月、うん、3年と三月、そうそうそう、はい、でいとこ同士らしいですけども、はい、アフリカ系の何とか言う、うん、言われたけど、まあ、そこは置いといて、うん、でまあ留学に来てで片言で来て、はい、何の相談やと、うん、来たら、うん、あの駆け込み寺やから、はい、どんな相談も乗っていただきますか、うん、いやどんな相談に立ってビザ関係はできないよって、うん、いや違うんですって、うん、いやこれは本当に実話やから、はい、もう180何本90ぐらいある人忘れもせえへん、はい、もうでその人が言ったのは片言で、うん、このいとこが、うん、国出る時に、うん、まあ、いわゆる呪いをかけられたと、へ、呪いを、はい、だから何してもうまいこといかない、うん、この2ヶ月、うん、だからここに刺さった、うん、この日本の、まあ、うん、針っていうか角いうか、うん、それを抜いてくれと、うん、いやいや、はいはい、まあ、抜いてくれと言われて、はいはい、パッと見てもそれは手はでかいよ、でも何にも入ってないんで、はい、ない、はい、でも本人は入ったままやから何をしてもうまくいかない、うん、でも俺はほら会計できる問題ないってガーッと公言してるから今から10年7、8年前やったら忘れません、うんうん、でもないってで源さんとこ行けって言われて来たと、はいはい、会計的に問題ないやったらよしでけってあ分かったやりましょうってな、ただし呪いを、そう呪いっていうか呪術っていうか呪文か知らんけど、はいはい、魔術か知らんけど、はい、で俺がふざける話だけどまず座りって言ったら、うん、それいつからはみださんばかりにでかいよな、うんうんうん、向こうはいやでかかってん、うんうん本当にできるのほらボランティアの人の見とったけど、うん、簡単やってまず、うん、あなたのかけられるいうことは手に見えへんから峠じゃないから、うんうんうん、何をかけられたの、うん、でブードゥー教じゃないけども、うん、宗教は何なのって、うんうんね、例えば日本でしたら実は困難があって、うんね、例えばかけた人が解けるんやからこうやって、うん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 、それはあなたたちの民族風習、うん、宗教とかまずわからない、うん、言語もわからない、うんね、例えばテレビ見過ぎじゃないけど、うん、こういろんなこうやって混ぜてサイコロでポロンとやれば角でやるとか、うん、当時その説明したことありますよ、うん、笑い話だけど、だからなんその解き方のこの日本語か英語かと一緒でわからないから、うん、だから、うん、かけた人に思い当たるとこにかけろって言ったら3人おんねんて、うん、その柔術いうか魔術師いうか、うん、ね、うん、そこに聞いてみなって、うん、だから面白いことにああいうアフリカだってみんな携帯持ってんねん、はいはい、ほらソーラでそうですそうです、はい、なでその人間も持ってんねん、はいはい、当時やからセルラーのパカッとすると、はいはい、かけてみなって言ったら、うん、時差は違えども、はいはい、しゃべったら分かるやん、うん、で誰がかけたか分かるやん、うん、なで誰にかけられたかってほら、うん、考えてみなって言ったら、うん、あ言い名付けがおったわけや、うん、なでそれとバイバイしていったから、うん、多分それ違うか、うん、って言ったら、うん、ホワイかなんか言ったよ、うんって言いながら、うん、で1ヶ月後ぐらいに来て、うん、はい、雷門のあの雷せんべいかなんかあれ持ってきた人形焼き持ってきた、はい、忘れ浅草の、はい、ありがとうございました、はい、バッチリです聞いて、うん、かけた人間を買って、うん、いやここで日本語でやったら3年待ってくれと、うん、その間にねやっぱり、うん、そう村やから、うん、言い名付けのずっとやから、うん、もうまあ、言い方あるけど捨てられたかなんか知らんけども、うんうんうん、説明したわけやって、うんうん、誤解が解けたら、うん、魔術も解けたいや嘘みたいな話やろ、うんうん、でも俺なんで浅草寺の人形行くかなと思ったけど、うん、当時よっぽどなんか あったやろ、うん、忘れもせえへんだから言葉じゃなく、うん、ほんまに会計的に問題ないなって言ってんねやけどそれは分かりますよ解き方は、うんうん、で俺かってあの時はリアルやからほら現場からじゃない現、うんうん、リアル場面から見たら実際そうやんかでも普通の人は最初からノー言う、うんね、だからあ、まあ、そうですそういう相談したら、うん、まあ、普通の、まあ、公のいろんな相談所だったらいやいやそれはっ
この、担当対象じゃありませんっていうふうに断られますよね。ならないし理解できへんし、うん、その人は対岸のとこ行ったんやって、うん、クリスチャンも行きましたとか、うん、なんとか言ってたけども、でも彼の中でその、まあなんかそれが呪いがかかったって思い込んでたわけですよね、うん、そうそうそう、でもうだってなんか多分彼の中では確固とした多分どっかから聞いたやろ、うん、お前はかけたでじゃないけども、うんうん、なんか俺もそこまでは思想的に分からへんけども、うんうん、ただ俺は、うん、ノー言えへんから、うん、ほら真に受けるやん、うん、大事なことは聞いてあげること、真に受けることですね、そう、ところが普通はしない、うん、100% しない、うん、そもそもそういうとこからはノー言います、うん、どこもない、うん、さ国の問題やし、うんうんね、で俺はほら毎日会ったらリアルにイエス言います、うん、でそこからその人からやります、うん、全部無料相談やけど、うんうんうん、これは原点なんですよ、うん、相談っていうのは、うん、憶測とか、うん、予測とか、うん、先入観を持ったらダメなんです、だからそのまんま素通し聞くから、あこの人の本当はここなんやって受け止めてほしいんやって、うん、でキャッチしてあげたら、うん、事例は3万も5万もあるから、うん、スッと引けますよね、うんうん、でそこに勇気と、うん、でこっちはちょっとした知恵とは言わんけど、うん、やったらあと本人気づくから、うん、もううち卒業の場合もありますよ、うんうん、気づきなんですよ、救う、救うって言ったら、うんうん、あとは本人が気づくこと、気づいたらね、うん、答えはその人の中にある、うんうん、それは前回もねおっしゃってましたよね、うん、だから、うん、パッと表面でそういう方が来たら、うん、最初からノーじゃなく、うん、俺はほんま間に受ける、うんうん、これ全部同じです、うんうん、全部同じです、どの相談者に対しても、うん、歌舞伎町特有のなんか相談っていうのはありますよね、ホストで借金が増えて、うん、だからこのカラクラ2ヶ月で300万増えたとか、うん、逆に、逆バージョンで今度はホストで男性ですよね、うん、その人が売り上げがなかなか上がれへんから、うん、売り上げで、上がれへんから、うん、そこで借金して、うん、でとうとうヘルプ、ホストさんが借金をしちゃうこともあるわけなんですか、うん、で、まあ、女性客で踏み倒されて、うん、それの借金を背負った踏み倒す女性客もいっぱい、まあ、います、いるんでしょうね、聞きました、はいはい、だから両方見ないと、うん、みんな、うん、ホストがどうのって言ってなんかやっぱり悪いイメージが、ね、どうしてもありますよね、でこの間も20歳と21の子で、21の子が20歳のホストを刺したでしょ、うん、有名な事件になりましたよ、うんうん、でガールズバーで働いて女性やったけども、で俺は失礼な言い方、うんうん、どっちから見るかによったら、うんうん、そもそもどっちから見るか言う前に、うん、歌舞伎町いう舞台でまだ20歳そこそこの子が、うんうん、ね、お酒っていうのもしながら、うんうん、で何十万もっていう根本でしょっていうところが問題なわけやんか、で20歳そこのそこの子が50万100万で稼ぐってどれぐらいって、ね、それは疑問符、そうも思いつつ実際リアルに来たらホストが来ました、女性が来ましたとかね、でもその来たところからキャッチしていかなだめね、で大体もう25歳だとほとんどみんな卒業してますよね、そうなんですか、そうもう26歳って、うん、ほんま ホストにしろ女性客とかそうやって絡みっていうのは、うん、だってもう卒業的な感じ、うん、だからああいう、まあ、ホストクラブに行く女性客のほとんどが風俗で働いてるねとか、お嬢さんって言いますよね、転落していくっていうか、うん、なんでそれ以上稼ぐって言ったらそういうとこが短期で稼ぎやすいっていうの、うん、で結局そうやって稼いだお金っていうのは、ま、逆に言えばまたそういうふうにね、そうそうそう、なんかちょっと連鎖だなって気がしますよね、うん、で聞いてたら男性のホストにとってもそうせざるを得ない背景があると、うんうん、だから女の子が踏み倒されたから、うん、じゃあ来た客を食う、うん、今度は踏み倒されへんようにやる、うん、だそれでまた踏み倒されるっていう、うん、なんかもうなんかいたちごっこやけど、うん、儲かってるのは店やわな、うん、それは成り立ってるよね、歌舞伎町が200店舗5000人は働いてるぐらいから、あそんなにいる あってそんなに働いてる、うん、ざっくりという、まあ、だから源さん の, 書き込みどれちょうど大久保公園の前です、前なんですけどね、そこ行くともういろんなものを見ながらねまあ面白いなというか、私なんか世の中の縮図が見えるの違うかな、うん、日の当たるとこやったらみんな見るけども、だいたい歓楽街、まして歌舞伎町、遠いうちの歓楽街ぐらいやから、そら
回転率が全く違う。そのお店の回転率、店の回転も違えば人間の回転も違う。人間、あ、なるほどね。見事です。それ17年間もずっと見てるんやから、だから年末年始も全く日常と変わらない。うちは年末年始もやってますから、はいはい、日常と全く変わらない。逆にほら28日後規制が多い言うけど、すごい今増えた。あの規制が、規制ラッシュでみんなおれへんと思うでしょ。逆に今日なんかある時期でも、何こんな人が多いのって、観光歌舞伎町に、あ、観光客、うん、でも観光客の方はあんまりそういうディープなところに行かない。行かない、行かない、まあ、見たりして。あ、でも夜はみんな空いてます。ああ、なるほどね。だから奈良ではでね、分かりやすいっていうの、自分にとったら。ただ歌舞伎町いう舞台をみんな、まあ、舞台上で踊ってるだけで、現実はって、みんな、あの、意外と肩のレイヤーつけていて、なかなか成功者は少ないよな。歌舞伎町の中で成功する人は少ない、少ないです、圧倒的に。新陳代謝がだいたい3ヶ月サイクルで変わるから。それと、あの、結構自殺とかね、はい、飛び降りとかね、はい、歌舞伎町の小さなとこでも頻繁に、追い込まれて、借金に追い込まれてっていうのもね、ありますし。まあ、ちょっとじゃあ、源さんのところで、あの、発行しているよろずという、見えますか、はい、こっちでしょうかね、はいはい、雑誌ですね、月刊で出してますね、はい、小さな、もう28号で出てます。はい、28号ですね。で、まあ、あの、ちょっとこのご紹介をします。私も、あの、 年間で、あの、はい、読ませていただいてるんですけども、1冊一応定価が600円にな、はい、税込みで、はい、で年間で7800円ですよね、はいはい、で、半期だと4000円でご購入いただけます。それぞれの事例を書いてみたり、時流の考察とかで思うことあれば、そういうふうにちょっと書いてみたり、実は写真がとってもいいんですよね、これね、綺麗に、はい、あの、はい、やっぱりデザインよく考えてますよね、デザインとってもよくて、こういう色彩感覚がないからも、はい、ここは今源さんのお話になるのかな、そうですね、はい、よろずの花っていう部分で、はい、相談は自分を咲かせるチャンス。だからそこに、そ、あの、人にやはり、あるいは源さんに聞いてもらおうっていう、そこの一歩が踏み出されば、うん、何か必ずあります、道が開けるっていうね、ことなんでしょうね。常に問題ありきっていう部分で、とても綺麗です。綺麗です。あと私はすごく面白いなといつも思うのが、この佐渡屋の、あ、はい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 、これですよね。そう、あの、河川敷で、はい、停留所日記っていう、あの、本物って言ったら変だけども、ホームレスの方がずっと連載をされていて、だから、この樹も一回は、あ、そうですよね、うん、いらしてね、取材 してますけども、で、こう佐渡屋から見ると世の中どんなふうに見えるのかっていうのがね、すっごく面白いですよね。そうです、そうです、器用ですよね。自分でこう、まあ、河川敷でこう庭を作ってみたり、はい、こう上り階段を自分でやったり、はい、なかなか あの、まあ、建築家とは言わんけど、でうんちくもあるし、なんかちっともこう暗くないったら変だけども、うん、やっぱこういう生き方としてあります、ありだなっていうね、西成に三角公園の近くで、まあ、地元の西成やから、うん、はい、釜ヶ崎とかでも、はい、まあ、同じ佐渡屋の友人関係みたいなのがあって、はい、そこで、三角公園でマリコさんとか、はい、水野アシュラさんとかがそういうふうにこう一生懸命、ボランティア活動じゃないけど、はい、まあ、ホームレス支援をやってますよね、でそんな方々とも一緒に西成を歩いて写真を撮ったりね、はい、やっぱり情景がよく分かりますよね。これは、寄付にもなるんですよね。もう寄付でいただいてます、はいはい、この、 あの、月刊賞をご購入いただくと、それが、よろずの、はい、よろずの、あの、さまざまな活動の、はい、そうそう、寄付になるということですね。駆け込み寺 の運用、はい、運営資金になりますよね、はい、そう、だからやっぱり、あの、日常、私たちコマーシャル入りますか。コマーシャル入る、はい、あ、これのコマーシャル、コマーシャルどうぞ、じゃあ、どうぞ、いえいえ、はい、
なんか源さんの方から今どうしようかなって悩んでる方に、うん、あのここへ電話する、あるいはメールをする、ね、そうそう、人押しってのはどう、人押しはね、うんうん、もう自分もう考えるっていう、いや、うん、そりゃそうです、みんな、うん、あの相談来る方は、うん、みんな未経験、当たり前、うん、初体験だよ、初経験中の人やから、うんうん、多分もう自分の中では回答はできないんやから、うんうん、ちょっとどういうかな、持ち続けてるとこう愛の手じゃないけども、うん、このたった一言で聞かれるし、うんうん、あ、それでいいんだと、うんうん、多種、例えば多様化の時代やのに、うんうん、どっかの線路に乗らなあかんとか、うんうん、何か乗らなあかんって思ってるけど、うん、いや、まあ、俺からじゃあなたはあなたでいいんですよって、うんうんうん、その先を考えてくださいよと、うんうん、ある人なんかずっと派遣社員やけどって言ってほらぐらつきますよね、はい、でいろんな、まあ、介護の資格取ったり、うん、頑張ってらっしゃる方もおるのに、うんうんうん、でもこれでいいんやろうかっていうか、うんうん、いや、いいねって、うん、今思って、うん、ほら次にほらチャンスは来るし、うん、今あなたスキルアップしてんねやからって、たったこれだけやね、うん、ちょっと人よしやね、うんうん、今それができない時代になってる、うんうん、スマホを覗けば答えが出るっていうけど、うんうん、とんでもない、やっぱり人間はこの対面とか、うんうん、声で聞いてとか、うんうん、ちょっと後押しとか、うんうん、あ、ここに駆け込んだらであの時に言ったなって、うんうん、うちだけでも何万人も通り過ぎて、うんうん、いるから、うん、そういうところでみんなキーワードありますよね、うんうんうん、たった一言なんですよね、うん、だからあのほんま気軽にまずは来てくださいよしか俺は言いような、うん、覚えておいて損がないです、うんうん、まあ、本当に今、これをあのインターネットでご覧になっている方の中で、はい、ちょっとやっぱ、ま、なんか迷ってるっていうね、うん、軽い今ここであのお話出てるのはとても重い話ばっかりですけれども、はい、とにかくあの悩んでたらちょっとね、一押しがで、その後の生活はガラッと変わるかもしれませんよね。そうそう、うん、いや人生で悩みとか深いんやからうん、うん、そんなことよりも腹減ったら飯食うやろと、うんうんうん、だから飯食うように三度三度の飯と一緒やから、うんうん、悩みあって当たり前やから、うんうん、みんなそこで落ち込んじゃうね、うんうん、まあ、落ち込んで親をなじってみたり周りのせいにするけども、うん、いや、いいんやからって、うんうん、うちらは出所者も来ますし、うんうん、傷ついた人間も来るし、うんうん、ね、とりあえずうち来たら何らかの道は開けますよって、うん、俺はそれしか言いようがない、うんうんうん、今はちょっとあのうちはスタッフ不足やから、うんうん、会員制とか表に看板張って、うん、そうしないと対応ができへんから、うんうん、やけどもでも、はい、求める人は必ずノックします、うん、会員制で書いてても、うん、ちょっと覗きに来て、うん、そういうことは、まあ、気軽に、うん、まあ、気軽に言うたら失礼な言い方だけどな、うん、まあ、電話でもいいし、うん、まずはメールからでもいいから、うんうん、まあ、今回あのデモクラ TV を使って、うん、源さんが、はい、多分もあのこれまでのご活動からすると、うん、ちょっとまたインターネットっていうところにでね、そうそうそう、新しい、こう悩みやご自分の何かあのとにかく源さんは自分を使ってくれっていう、ね、ことをよくおっしゃいますよね、うんうん、だから、うん、そういう思いで、このデモクラに来ていただいているので、今はまだ、相談が殺到しておりませんので、ぜひ、いや、ね、うん、これからやろうし、うん、自分も 初試みやから、はい、多分相談来る人の方が緊張したり、うん、こんなんでもええのって思うけど、うんうん、みたいですね、はい、それはなんか電話で声聞くでもいい、うん、応援でもいいから、うん、ゲスト応援してるよ、うん、いいやんかって、うん、駆け込みでの存在を一人でも多く知って、うん、あなたじゃなかったもいいから、うん、その友人知人、うん、ちょっと、まあ、苦しみじゃないけど、うん、悩んでるいうその代理でもいいね、うん、実は友達が、うん、それで気楽にやったら、うん、ほら伝わっていくもんがあるやん、うん、だからあの、書き込み寺はあのもちろん源さんだけではなくて、いろんなスタッフの方がね、いろんな方 あの相談を受けていて、でおそらくこう相談するっていうその一歩で、いつも源さんがおっしゃってるように、あのかなり解決に向かってるわけですよね。でそこでしっかりとそれを受け止める方がいるという、うん、そのプロセスだけでも随分ね、違うんでしょうね。孤立から救えるから、うん、みんな悩んだり苦しんだらもう孤立しちゃうね、うん、言えない、うん、家族にも、うん、友人にも、なんでか分かる、翌日になったらどうした、心配される、うん、ね、それ鬱陶しかったり鬱陶しくなって、うん、いやあの時はこれやけどって、でまたそれ持ってたら
いつも声かけられる、気にされるって、よけ言われへん。わかります、わかります。はい。いや、というのは、ここに どうだっけね。他人の不幸は蜜の味と言い切れる理由っていうのがね、今回、はい、あって、でも確かにね、その不幸を本当に共有してくれる人ももちろんいるんだけれども、蜜の味になっちゃってるからっていうことってありますよね。うん。俺は、ちょっと言い方が語弊出るけども、うん、みんな吸い取ったらカラカラだったら、うん、ね、うん、要するに不幸いう種も消えてしまうっていう論理やから、うん、多分普通の人が言ったらほら覗き見的な感じで、ね、うん、スキャンダラスなことで、うん、みんな落ちていくのを手を叩くんやろうけども、うん、いや俺はみんな吸い切ったらあとは不幸の種がなくなったら自然と次に何が生まれる。これつまりゲンさんが蜜の味だから、うん、みんな吸い取ってあげるよとか、俺がね、不幸の、はい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 、蜜を全部吸いからってすごい語弊があるけど、そこまでほらちょっと引きをやってるだけで、でもそこまでの行きますよと、だから俺はもう吸い切るからあとは不幸の種はなくなんねやが、俺ならではの文言かもしらんけども、あえてえってふざけてるかもしらんけども、これぐらいで生き込んで17年やってるから。だから吸い取ってくれないんですよね、普通はね。吸い取れない。なんかもう、ここに壁があって、うん、その不幸だけをこっちの壁の向こうで楽しんでるっていうね、そうそうそう、感覚にの人も多いな、うん、いるから、悩んでも相談できないっていうね。無関心な人もおるし、はいはい、関心も持たないし、ね、興味も湧かないし、うん、他人事っていうねな、うん、でもそれを自分事化に切り替えた時から、うん、ほら自分の人生も変わっていくやんか、はい、必ずその人がつまずくいうことは、うん、自分にもあり得るって思わないと、うん、それが親兄弟でも、うん、俺は周りこそ全てが事例や思うで、うんうんうん、っていう感覚論ね、うん、そしたらほら今インターネットがどこでも検索出てくるし、うんうん、そういうことを学習してもらったら、うん、周り近所にほら、うん、不幸の根絶やしができるやん、うんうん、だから吸い取ってくださいよって、それぐらいのパワーは誰だってあるね、うん、うん、ただみんな視野狭窄に入ってんね、うん、周りが見えないね、うん、でもパッと開ければ、うん、こんだけの視野角があるね、ここで物事ってつかめるのに、うん、みんなここで焦点合わそうって、うんうんうん、だからそれぐらいの関心、こうやって見てる人も、うん、いや俺は関係ない、何もないよで、うん、隣周り見たら、うん、結構悩み苦しみも、そうそう、ましてこれからだったら進学でも就職でも必ずあります、うん、そういうところにちょっと耳を傾ける、うん、いずれ我が身に変えると思えば、うん、全てこれそう思うんだけどな、相談できるってことは聞いてもらうで、ちゃんとねその吸い取ってくれるんじゃなくて跳ね返されて、単にそれをね時間つぶしに楽しむっていう方も、うん、まあ、いないと私言えないと思うんですよね、うんうんうん、でもちゃんと吸い取ってくれる人に出会えば、あ、自分の悩みもこうやってちゃんと言うことによって吸い取ってくれた、じゃあ自分も何かの時にね吸い取ってあげようっていうふうにね、きっとなれるんでしょうね。知り合いに言うでしょ、うん、何が怖がるかって弱みを握られる、うん、人生の最大の失点や、うん、でいつまでもなんか思われてる、そういうふうに、うん、他人はそんなこと思ってないけども、うん、でも悩みを打ち明けたら、うん、常にその目を意識する、弱みをなんかね握られたって感じになっちゃうのかもしれないですね。でも現実そうなってるやんか、うん、いじめ的な感じで、うん、でまたその人が言う、うん、別にその人は名指してないけど、うん、いやこれこんな話があってさ、うん、っていうのがほら回り回ってきたら、私のこと俺のこと信頼してたのにでしょ、うん、もうネットは怖いんじゃないか、うん、そういうのにブワッと拡散するやんか、うん、あとやっぱりこう人との関係の作り方が、うん、やっぱりどうしても同じで安心するみたいなね空気っていうのは、確かに少しこの社会は強いかもしれませんよね。だから匿名性なりべりけど実名じゃない、やったら一切言わずにお互いいい顔するけど実際裏ではしんどいとかね、付き合うもしんどいとか、そんなんですらふっと俺とこ来て友人関係を断ち切りたい方法とかや、あそれは簡単だよね、ネットで実はこういうふうに、まあ、誹謗中傷もあるとか言うやん、だ見なくてええって普通は言うけど、でも見ざる得ないやん、そういう問題を聞きますよ。でその時は今は一般的やから俺答えられんけど、その人の領域やったらそういう対処をします、うんうん、でも10杯一かけらじゃなく、うん、一人一人がそういうふうな俺、
答え方やから、うんうん、でも何かヒントになると思う、うんうん、それは本にもいっぱい書いてますし、よろずでも事例集っていうのは分け出るように書くけども、うん、ただし抽象的には俺は書かれへん、うんうん、現実的に書いてそこで、個人情報とかプライバシーは守りつつ、うんうん、東北やったら九州とかもあからさまかもしれんけども、うん、ぼやかすけども何を伝えたいかいうポイントをし、うん、言いたいだけやね、うん、何も苦しまんでいいんやから、うんうんうん、楽しんで言うたらないけど、うんうん、もうちょっと人生楽しんでくださいよって、うんうん、いくつになっても苦しみから逃れられへんし悩みも、うんうんうん、自分らだってもうほらねずっとこの3年間手術4回もやってんねやから、うんうんうん、痛みで学習やけど痛みは学習できへん、うんうん、辛いで分かりました痛みね、はいはい、身体的な痛みってことですよね。そう精神的な痛み多分一緒やろ思うね、うんうん、いつまでも抜けきれへんと思うよ、うんうん、あれが痛みって学習性ないもんな、うん、やっぱり痛いよ、まあ、そりゃそうですよね痛いから慣れっこじゃない。これだけ手術したから次の手術は楽ってことはないですもんね。全くないよ、うん、やっぱり腕ついたら痛いもんな。でもそういう意味では気持ちの方が精神の方がやっぱり強くはなっていきますよね。やれると思う、うんうん、今はみんな打たれ弱いし、うん、メンタル的にみんなガコンってくるから、それは言葉を変えればやっぱりいい社会だからってことも言えますよね。それだから優しい社会やな、うんうん、優しい社会でみんな相談乗ってくれるもあちこちが、うん、でも誰も責任取らない、うん、あとやっぱり みんな同じだよねっていうふうにこう思える、それは幻想なんでしょうけども、そうありえない、みんな、うん、同じ人はな、うん、だから苦しむんやろうな、うんということなんでしょうね。そう、うん、まあそうですね、そうですねっていうのも変で、エンディングがかかってきた、はい、時間が惜しいけども、うん、まあ来月や今度は次回はそうですね、もっと実際にお話を伺いながら現実的な事例を、うん、いただけたら言いますけども、はいはい、まずは、源さん@dmcr.tv の方にご相談内容をください、そうしましたら担当者の方から、はい、この時間で、電話できますかっていうようなことを相談させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ今日はこんなところでしょうか。そうですね、はい、源さんありがとうございました、はい、またよろしくお願いいたします。